好天に恵まれました横浜スタジアムです。セ・リーグ公式戦横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの15回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、あの相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームもちゃんとミーティングをして試合に臨んでます。そうですね、データをどう生かしていくんでしょうか。まずはベイスターズの先発真中、横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、ピッチャーの心境としてはいかがなものでしょうか。まあ、こうやってチャンスをもらってるわけですから、ここは期待に応えてほしいですよね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。初球ボール、アウトコース見送ってストライクです。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本、前回のゲームでは無安打に終わっています。真中、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは真中、そしてキャッチャーは黒羽。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。改めてお聞きします、バッターの坂本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、一発長打が期待できる貴重な和製大砲の一人ですね。そうですか。ボールになります。落ちるボールはこれは外れています。ライト方向だ、バッターは3番のサドラー、ツーアウトになっています。サドラー、背番号82。初球ボール、インコースを落としました。ボール先行です。3球目、ストライクになります。4球目は何で来るか、ストライクになります。2ボール2ストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。変わりまして1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。岡本、セカンド、ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。加藤、センター、サドラー、バッターは梶谷。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
初球ストライク。外れていきます。3球目は何で来るか。バットは動きません。よく見ています。これが4球目。内へ低めの変化球。2ボール2ストライクです。打ちました松田。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている井出。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは菅野。ここまで7勝をマークしています。ご紹介しているように負けを知りません。小宮山さん、それにしても調子がいいですよね。そうですね。とにかく安心して見てられますからね。初球ボール。3球目外れました。アウトコースへのカーブはボールです。これが5球目。ストライクになります。3ボール2ストライク。変化球空振り。2アウトになりました。バッターのグリエル。ここ5試合で打率は2割を切っていますが、西さん、ちょっとバットが湿ってますよね。こういう時はあれこれ考えずに頭の中をシンプルにして打席に立てばいいと思いますね。なるほど、そうですか。これが初球。インコース空振り。変化球が低めに外れます。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルになります。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。甘いところの1球空振り。
2回の表ジャイアンツの攻撃、打席には4番バッター松田。前回のゲームで見事なホームランを放ちました。さてベイスターズの先発は真中、これが公式戦初登板となります。バッターバルディリス、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは5番岡本。前回のゲームでは打点を挙げています。真中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。アウトランナー1塁です。6番バッター永田、前回のゲームではチームに貢献する活躍を見せました。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球手を出してきません。いや、ツーシームから入ってきましたね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。これが3球目、低めは外れました。さあ追い込んで次は何で来るか。まあもう一球は外してもいいので、外の際どい変化球でゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー三塁二塁。さあベイスターズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど。そうですね。まあただちょっと嫌なバッターが相手ですから、コントロールには気をつけたいですね。バッターの松也、今シーズン得点圏での打率は2割2分6厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まああまり気負わず平常心でいってほしいですね。ああそうですか。まあここは自信のある球をボール気味打ちました。レフトの前に落ちる。ホームに送球する。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。なんとも痛い失点となります。まあここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには8番の太田が入っています。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。初球ボール球です。インコース見送っています。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断は難しいところですね。ああなるほど。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思いますね。ここはなるほど。そういうピッチングができるかどうか。まあここはストライクからボールになるフォークで引っ張った。レフトバックする、バックする、ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、2対0になりました。ベイスターズこれで2点ビハインドとなりました。
警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。先発の菅野がバッターボックスです。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあ初球は何か、際どいコース見送っています。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルになります、まあ、次はボールゾーンに外れていくフォークで空振りを狙いたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。ここはボール気味のインハイストレートを投げれば空振りでしょう。ああそうですか。バーッと当ててしまいました、デッドボール。ああやはり痛めました。ただいまジャイアンツ菅野どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さあそして打席には加藤が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。初球ボール球です。高め際どいところ見送りましたがストライクです。中間守備で来てますからどの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。まあ、次はフォークで空振りを。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。押し出し、ジャイアンツ1点追加します。押し出しでの得点3対0。ベイスターズなおも満塁のピンチです。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。振りません、ストライク。小宮山さん、長打を防ぐには一二塁間、サードランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。4対0。ベイスターズさらに満塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、注意すべき相手でしたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さあそして打席にはサドラー入っています。さあピンチは続き満塁という場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。この球は来るのが分かっていても手が出ません。ここは中間守備ですね。ストレート打った、ショートの左取った、二塁送球、二塁アウト。ジャイアンツ追加点5対0。ベイスターズさらに三塁一塁のピンチが続きます。バッターボックスは4番松田。まあ、ベイスターズとしては序盤からこの点差ですからもう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。
初球空振りです。さてこの松田バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあすごいパワーですよ。もう少し角度をつけられればもっとホームランを打てるバッターなんですけどね。ああそうですか。外へのスライダー、ここは見極めています。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。はい。切れました。ファールボール、アウトコースに打ちました。これはセカンドライナー。しかしこの回ジャイアンツ先手を取りました。5対0、ジャイアンツ先制です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあベイスターズ、この回は4番から始まります。筒香が打席に入ります。ベイスターズ点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。この回1点でも2点でも取りたいですけどね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコースボール、改めてお聞きします。バッターの筒香、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうです。打ちました。サードうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックス、バルディリス。今シーズンここまでホームランは10本。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、インコース決めてきた。さあ3球目は何か。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。このブラボ、ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが、西さん、バッティングの調子はどうなんでしょう。試合前もね、ちょっとフォームを気にしていましたからね。なるほど、そうですか。初球は何で来るか。初球ボール、低めの変化球です。ボール先行です。ファウルになります。打ちました。ライン際ですが、ここは打ち上げています。レフトファールグラウンドで掴んで2アウトです。2アウトランナー1塁と変わります。バッターは7番に入っている松本。前回のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。初球ボール、
変化球タイミング合いません。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。低め外れました。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回の裏5対0、ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増すし、打たれたらどうしようっていう考えが相当やっぱ強くなりますので、まあ、バッターに打ってもらうような感じで投げればいいんじゃないですかね。ボールボールでカウントが悪くなるのが一番良くないですから。なるほど、開き直って投げれるかというところなんでしょうか。低めに来ました。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは6番、永田。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。まず何を投げてくるか。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。打席には7番バッター松也。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。2球目は何で来るか。低めのボール入りました。落ちる球見逃してストライクです。ワンボールツーストライクです。まあ、バッターここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいですね。なるほど、さあどう来るか。ヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。さあ、そして太田、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ボール。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。まあ、次のボールが勝負ですね。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。5対0、ジャイアンツがリードしています。西さん、序盤から大きく点差をつけられてしまう展開となりましたが、この後どういったことが必要になりますか。まあ、まだまだね、あの集中力切らしちゃダメですよ。本当にそうですよね。
初球ボール。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。岡本が抑えています。ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の真中バッターボックスです。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球ボール。これが2球目。今のはよく見ましたね。ボール先行です。次が3球目。ファウルになります。いいところへ決めてきました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。さあ5球目は何か。引っ張った。取りました。アウト。2アウト。打順は1番に帰ります。バッター梶谷。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。アウトコースへ決めました。この球は外れています。さあ4球目は何か。内への変化球は決まりません。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。今フォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。チャンスメイクです。最初は変化球できました。低めの変化球は決まりません。低めのいいコースに決まった。ワンボールツーストライクです。次が4球目。誘ってきましたね。そうですね。
平行カウント。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって5対0ジャイアンツがリードしています。先発の菅野が打席に入ります。相手はピッチャーですから確実にアウトを取らないといけませんね。うん、そうですね。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。打ちました。グラモトアウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って加藤。先ほどの打席で押し出しのデッドボールとなりました。真中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。いいところへ決まります。3球目は何で来るか。落ちる球で来ました。落ちるボール空振り。2ストライク2ボールと追い込んでいます。低め見送っています。3ボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックス坂本。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。最初は空振りになりました。インサイド変化球外れます。これが3球目。際どいコース外れました。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはバッターが打ってくるタイプかどうかの見極め。ここでフォアボールを与えました。ツーアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。3番バッターサドラ、先ほどの打席で打点を挙げています。フォアボールのランナーが出ています。初球ボール。走ってきた。ヒットエンドラン。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。5対0ジャイアンツがリードしています。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。グリエルがバッターボックスに入ります。ベイスターズ点差が離された中盤4回の攻撃です。西さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。もうこの点差ですからね、ここで少しでも点を入れておかないと苦しいでしょうね。確かにその通りですね。
まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。インコース変化球決まりません。キレがありますね。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。バッターボックスには4番筒香。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。さあ2球目は何か。低めのボール入りました。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。高め大きく外れました。インコース、これは外れます。高めに大きく外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。この当たりはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには5番バルティリス。さあどんどん点を返していきたいところ。バッターボックスのバルディリス、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで2厘となっています。さすがクリーンナップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。この球は外れました。次が3球目。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。ファウルになります。これもファウル。スライダーにはタイミングが合ってないようですね。打ちました。これはファーストライナー。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスグラモー、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。次が2球目。ボールになります。ボール先行です。
カンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。1点返しました DeNA ベイスターズ。ライト前のタイムリーヒット。5対1ベイスターズ4点差まで追い上げました。打順は7番松本。初球ボール。2球目は何で来るか。落ちる球、ボール先行です。見送っています。打ちました。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。4回終わって5対1ベイスターズが得点を入れています。小宮山さん、この回はゼロに抑えて打線の援護を待ちたいところですよね。そうですよね。とにかくしっかりとしたピッチングしないといけないと思いますね。そうですよね。初球ボール。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。はい。変化球、これは空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。切れていきます。ファウル。次が5球目。打ちました。取りました。一塁へ。アウト。ワンアウト。5番バッター岡本。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。小宮山さん、どうでしょうかね。まあ、頑張って投げてきたんですけどね。これが2球目。変化球、これは空振りです。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。強い打球、切りました。ファールボールです。変化球空振り。バッターは6番永田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目。初球ボール。インコース外れてボール。ボール先行です。落ちる球を持ってきました。ストライクが入りません。スリーボールワンストライクです。インハイ決まっています。フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。
アウトコース打ちました。取ってスリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。5対1、ジャイアンツがリードしています。西さん、点差を離されてしまっているわけですが、その分つけ入る隙というのも生まれるかと思うんですが、いかがでしょう。いや、そうですね、諦めないでね、バッター陣は自分たちのバッティングというものを大事に考えてほしいですね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。初球ボール、打ちに来ました。まずワンアウトです。バッターボックスには代打のヒューマン。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割を、ね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。から入りました。いや、今のよく見ましたね。ストライクになります。ワンボールツーストライク。見逃し三振、ツーアウトになっています。打順は1番に返ります。バッター梶谷、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。まず打ちをついてきました。さあ2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。引っ張った、ライトに上がった。ここは打ち上げています。これは平凡なライトフライ。太田が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって5対1、ジャイアンツがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の表、先制のピンチ、7番バッター松也、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ベイスターズ先手を取られます。さらに続きます。ワンアウト一塁三塁で8番太田、追い込まれてからのタイムリー。ベイスターズ1点を追加されます。続く攻撃、
ワンアウト満塁の場面、2番坂本、ライトへのタイムリーヒット、ベイスターズ1点を追加されます。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから6回ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。マンタニがマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドに上がったのはマンタニ、今シーズン15試合目の登板です。さあ小宮山さん、10番ここで変えてきました。きっちり抑えて味方打線の反撃を待ちたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。引っ張った、サードが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番太田。マンタニ、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。これは内へ外れます。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあどう来るか。打ちました、いい打球だ。レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目。まず際どいコースから入りました。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。3球目は何で来るか。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。2アウトランナー2塁となりました。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあここで点差を離されることのないようにね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面で打席には1番の加藤が入っています。これが初球、初球空振りです。次が2球目、これは見送ってボール。改めてお聞きします、バッターボックスの加藤、どういうバッターなんでしょうか。まあ、右打席でも左打席でも外野オーバーが狙えるスイッチヒッターですね。なるほど、そうですか。これが4球目、空振り。ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。5対1、ジャイアンツがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃、打順は2番イネ。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。初球ボール、2球目は何で来るか。
まっすぐで空振りを取ります。これが3球目。打ちました。入れました。ファールボール。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウト。バッターボックスは3番グリエル。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。これが2球目。今のはボールになります。さあ3球目は何か。インコース空振り。ワンボールツーストライクです。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。変化球空振り。ツーアウトになりました。4番バッター筒香、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。インコースを落としました。いいボールですね。はい、ワンボールツーストライク。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了5対1、ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね、集中してほしいですよね。初球ボール。さあ2球目は何か。低め見送りました。ストライクです。次が3球目。打ちました。痛烈。切りました。ファールボールです。
ボールになります。打ちました。おっと、これを掴んだ。アウト。どこか痛めたか。痛そうにしています。ちょっと心配ですね。さあ、今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。これから7回ベイスターズに選手の交代がありました。筒棒に代わりまして山崎則春、4番バッターボックスサドラー。今日はまだ当たりがありません。マンタにまずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク。誘ったんですけどね、振りませんね。3球目は何で来るか。外れてますか。はい。大きく外れました。打ちました。グリエル。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番松田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。は5番岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ストライクです。ボールになります。さあ、4球目は何か。低めは外れました。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。初球ボール球です。仕方だったんですが、バッターよく見ています。これが3球目。バットを出しません。いい当たり。これはどうか。グラブ。そのまま入って2塁、フォースアウト。スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。5対1、ジャイアンツがリードしています。
さあそしてここからはラッキーセブンベイスターズの攻撃に入ります。西さん、終盤に差し掛かってきました。この辺りでそろそろ打線の奮起期待したいですよね。そうですね、このままではいけないですよ。やっぱりね、最後逆転しなきゃいけないと思いますよ。さあこの回もバッター陣に注目です。初球ボール、打ちに行きました。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウトです。打席には6番バッター村本。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。初球変化球は空振りです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。3球目外れました。外れてボール。5球目は何で来るか。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスには7番松本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボール膝元決まってストライク。低め、これは外れます。次が4球目。低めの球ストライク。2ボール2ストライクです。これが5球目。打ちました。ファウルになります。2ボール2ストライクです。
流しました。これはどうだ、またファウル。空振り三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって5対1、ジャイアンツがリードしています。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから8回ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。国吉がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは国吉。初球ボール。次が2球目。この球は落としましたが決まりません。ボール先行です。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。フォアボールのランナーを出しました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。さあ初球は何か。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ勝負してくるのか。三振を取りました。ワンアウトです。バッターボックスには代打のフォールコン。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあ注目しましょう。アウトコース、空振りです。落としました。外れます。危ない球です。これが4球目。内へのボール外れました。内へのボール球空振りです。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。ここでフォアボールを与えました。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますんで、この場面のピッチングが大事ですね。そうですよね。さあそのマウンド上の国吉、このピンチをどう切り抜けてくるのか。いいコースですが外れています。
内へのスライダーはボールになります。インコース、スライダー決まります。インコースはどうか。ツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリ引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、加藤、これが今日の初ヒット、ワンアウト満塁です。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあなおもピンチが続き満塁の場面。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですね。バッターの坂本、今シーズン得点圏での打率は2割8分5厘となっています。ここは中間守備ですね。ストレート打った、セカンド取った、二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。5対1、ジャイアンツがリードしています。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。8回の裏、ベイスターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号30、宮國が2番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのは宮國、今シーズン6試合目の登板です。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。初球空振りです。2球目は何で来るか。バットは動きません。よく見ています。ボールになります。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。さあ5球目は何か。打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の宮崎。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、変化球タイミング合いません。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。
いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています。先ほどの見事なホームラン、非常に力強い打球でした。いやしかしこういう場面で一発が打てるなんてね、さすがですよね。ここで得点が入りました。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の西村。さあマウンドを任されたのは西村、今シーズン16試合目の登板です。バッターさあどうだ、一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。変化球が高めに抜けます。ボール先行です。ストライクになります。インコースの変化球見ています。これで3ボール。外れてフォアボール。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね欲が出るんですよね。まあよく我慢しました。打ちたいところよく残しました。ランナーが溜まっていきます。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。バッターボックスのグリエル、今シーズンサードクリーンヒット、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ベイスターズ1点返しました。5対3、その差を2点としました。ここで期待に応えました。点差を縮めます。やっぱりねこういう状況でこのバッティングはね頼りになりますよね。これで2点差へと迫りました。ベイスターズこの回2点を返しています。さあ2点を追いかけ、なおも点差を縮めていこうかというところ。まあチームとしては先ほど一発も出てますからね、いい流れで来ていると思いますよ。やはり安易にストライクから入れませんよね、ランナーがいますからね。ああやはりそうですか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はいそうですね。送ってきた、三塁方向、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ツーアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席にはバルディースが入っています。いいところで巻きましたね。さあツーアウトながらチャンスが続きます。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですよね。レフトに持っていった、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、サードランナーがホームに帰っていきました。ベイスターズ1点返しました。5対4、その差を1点としました。ここで期待に応えました。点差を縮めます。こういう状況でも粘り強いバッティングしますからね。これで1点差に迫りました。さあそしてバッターボックスには倉
本が入ります。いいバッターが続きますからね。彼はこういう場面に強いですよ。さあチャンスが続きます。まあここはつないできてますんで、このチャンスに追いついておきたいですね。なるほど、そうですね。いいコースですが外れています。これが2球目、大きく外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。ストライク入りません。さあ4球目は何か。外角低めのストライク。低めの変化球、空振り。スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。三振で攻撃を終えました。最後は三振。大きなチャンスだったんですが、同点には持ち込めませんでした、うん、これを決められなかった影響はね、出てくると思いますよ。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから9回ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。宮西がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。富山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込みますかね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、期待かかりますね。さあ2球目は何か。内への変化球は決まりません。ボール先行です。ボールですか。はい、ストライクが入りません。ここは1球見ました。空振りになります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打ちました。バルディリス、アウト、ワンアウトです。バッターは4番松田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。宮西、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送ってストライクです。次が2球目。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、大きく外れました。次が4球目。インサイド落ちました。入れました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。さあブルペンが映っていますが、やはり守護神が今投球練習始めました。やはりこの点差、この状況ですから、小宮山さん、守護神の出番がありそうですね。まあそうですね、この展開ですから当然そうなりますよね。初球ボール。
ボールになります。ボール先行です。打ちました。これはショートライナー。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。5対4、1点リードはジャイアンツです。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。最終回 DeNA ベイスターズの攻撃、そしてジャイアンツがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。谷さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあなんとか巻き返してほしいですよ。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。それにしてもうまく引っ張りましたね。8番バッター黒羽、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。送りバントだ。左方向へ転がした。サードが抑えた。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー。バッターボックスには代打の峰井。西さん、この辺りで追いつきたいですよね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。また初球。これはファウルグラウンド。サードがファウルグラウンドで抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には梶谷が入っています。彼はこういう場面で非常に頼りになるバッターですからね。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。とりあえずなんとか同点しないといけませんから、ここはつないでほしいですね。なるほど、そうですよね。バッターの梶谷、今シーズン得点圏での打率は2割7分8厘となっています。まあそこそこの数字だと思いますね。ここもその勝負強さを見せてくれると思いますね。はい、期待しましょう。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。さあそしてバッターボックスには井出が入ります。さあチャンスが続きます。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですね。初球は何から入ってくるか。外の低め見極めます。低め、これは外れた。ストレート打った。サードが抑えた。アウト。これで3アウト。試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。
今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦ください。